はい、ということで、もう何回も何回もやっても多分ね、川中島に先に着かないと信玄帰っちゃうよみたいなことを言ってた人がいると思うんで、多分それのせいだと思うんですよね。でもこれに関してはしゃあないんで、ちょっとやり方考えました。先にここの天粕影餅だけが時間かかりすぎてるんで、こいつをね、要は出陣させればいいと思うんですよ。先にね、部隊を返した上で2200と、でこいつを先に出発させてれば間に合うはずなんですよ、この男は。なんで先に向かわしときます、ここに。で、剣心たちが戻ったら剣心たちと合流させることによって、まあ日にちを多少軽減するという作戦ですね。これでできなかったらちょっとどうしようもないんだけどね。っていうよりもはや変な動き方してるしな、軍が。で、佐野家に行くって言ってるんだけど、まあ佐野家つくけど、我が力を貸そう。軍貸せないよん。風林火山。そして風林火山、わしの戦を見せてやろう。で、おそらくなんだけど、これで兵が戻ったね。兵が戻ったっぽいんだよな。これ兵戻ってる？まだ戻ってないよね。よし、戻るまでちょっと待機だな。で、その間に歩みを進めてくれって感じだよね。で、信玄が、馬術長練戻ったな。我ら王道を行かん。で、ユーム無冠とこれでどうにかなるかな。ただね、先ほどよりは進めてるんだよ、国府台より圧倒的に。ワンチャンあるって、ワンチャンあると思うよ。じゃあ行軍でちょっとどうやるのか。あれ、信玄、謙信君まだ戻ってない？戻ってないっぽいね。上杉謙信がまだ戻ってないみたいなんで、もうちょい待ちましょう。よし、戻ったね。あ、出てるね。よしよしよし。出だ。これをさ、一旦、まあ、とりあえず解除とかして、組み込めんのか？天粕影餅、24日後。いけそうだな！いけそうだな！これならいけるか？天粕影餅隊を入れてあげて、なんでもう減ってんの？天粕影餅。へ。まあ仕方ないか。よいしょ。ただこれで21900で、進め！これだったら間に合うだろう。なんか影持ち隊が引っちゃってるのがきついけど、ここまでやらないとダメっていうのも大変すぎるけどな。なんか無駄に領地を伸ばしすぎたせいでこうなってる気がする。まあ仕方ないね。これこのままいきます。ただ兵士もきついし、まあいろいろときついことだらけだな。もはやこれで間に合わなかったら俺もうどうしようもないんだよな。頼むから間に合ってくれよ。そして表情、かような策はいかがでしょう。議論提案と軍事提案。じゃあ議論と、大名欲しいって話だったんで取っとこう。もうこのあれだね、絶好調のあれは確定なんだね。どのタイミングで決まるか分かんないけど、毎回決まってますね。そして、まあ、効率投資だけ取っといていいかなと思います。ああ、先方ゲージ増加とか取っとくか。この辺。取っとこう。多少、戦これで有利になるでしょう。こんなもんだね。ご命令を。じゃあ、このまま、行きましょう。乱世は、うつけの天下を望んでおるわ。いやもうこれで間に合わなかったら、これ以上早く行軍する方法がわかんないんだよな。それじゃあ、まあ戦っていくわけだけど、頼むから消えないでくれよ。ここまでは来れたね。で、ヤシャラ説。我が義には、毘沙門天の加護ぞ宿れる。ここまではやるでしょう。で、もう撃てるのはない。これで戦うしかない。頼む、間に合ってくれ。よし！あー、起きたか？まあ、これは見たからね、飛ばすよ。レッツゴー。よし。ご命令を。いやー、これは大丈夫か？武田信玄が騎乗しないことだけを願って、このまま行きます。お願い！
行きます。皆の者、我に続け。あ、もうそういうのどうでもいい、どうでもいい。農兵精錬か、まあ、頑張ってくれ、頼む。当たれ、よし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 、やっとだよ。でしかもめっちゃくっちゃ大名入ってるやん、武田信玄。勝てるのかこれ。ということで、死なんと戦えば生き、生きんと戦えば死する者、我毘沙門天の化身なり。おお、我らには毘沙門天の加護があるぞ。ということで、ね、効果によって士気が高まっています。で、草刈りの陣が強制発動されてるね。強化された状態で本陣の周囲を警護すると。これ突っ込むっていうやつだろうね、きっと。で、まあいろいろできるのはあるんだけど、どうしようか。何をやるのがいいんだろう。罠か、それも作戦、いや作戦無理そうだな。ということで、まあ一応今回の作戦なんですけども、まず陣をね、ここに置きました。まあ、多分突っ込む形になると思うんだよね。草刈りの陣っていう効果だったんで、本陣の守りをぐるぐる回りながら行くっていうやつらしいんでね。で、鉄砲水を、まあ、右側に置くことによって援軍部隊に、ダメージを加えるといった作戦でございますね。ちょっとこれもね、使い勝手がわからないんで。そしてイベントなんですけども、地位を決するだけでいいみたいなんで、まあ、負けても問題ないのかな。で、影持ちも影家もいるんで、まあ、今回は大丈夫でしょう。一応ちょっとね、何が起こるか分かんないんで、セーブ入れときます。それじゃあ、時間の方進めていきましょう。回戦。あ、特殊な部隊が設定されてないと。まあ、でも自動でいいと思うんで、これはいいでしょう。草刈りの陣っていうのがあるんでね。信玄限定の。我が大名の三つの極意、解くと味わうがよい。一つ、いかなる作戦も我らには通じぬ。一つ、攻めと侵食、やさ羅刹のごとし。あ、これがあれか、対名の効果なんだ。作戦が効かないと。だからおとり挑発とかも効かないよと。あ、それであれか、竹木町の策が効かないわけか。なるほどね。一つ、我が聖兵の士気と英気、敵を改造させる旅振るうであろう。強で、ちょっと待ってな、これか、草刈りの陣、草刈り隊の、攻撃が大上昇し、交戦中先方ゲージ増加、本陣周回移動ということで、 まだやんなくていいと思うんで、罰だね。はい。で、まあシンプルイズザベストなんですけど、ゲージを全軍を持って、おそらく武田本隊と思われる方に突っ込みます。始めます。命令してくれ。でも罠はなんか暗いそうだよね、この能力的に。まあ、多分あいつなんだろうなっていう、これだろうね、本陣。よいしょ。始めよ。全員向かわせるだけですね、ひたすらと。命令してくれ。さあ行こうぜ。多分接敵してから草刈りの陣でいいはずなんで、これでいいかなと思いますね。じゃあ、軍の方進めていきたいと思います。タイミングも考えないとね、草刈りの陣の。おお、もう見つかってる。影持ちが、で、もう交戦始まったんで発動しようかな。草刈り隊の移動と攻撃が大上昇し、交戦中先方刑事増加、本陣を周回移動ということで、草刈りの陣発動。車係の陣を敷け。あ、車係だったわ。よし。で、ちょっとこれ面白い、これ信玄だけが使える陣なんで、ちょっと時間ゆっくりにして、ゆっくり見ながらちょっと戦いたいと思います。草刈りの陣はどんな感じで行くのかどうかが分かってないんでね、まだまだ。やりたい。行け。あ、強撃入ってんな。なんかめちゃくちゃ強いことになってる雰囲気がある。で、信玄見えてるね、もう。でだ、援軍に向かせよう、こっちが。で、士気回復してるね。あ、強い強い。
で、まあこのまま行っていいのかな、草刈りの陣で。普通に信玄攻撃した方がいいな。でもこれ奈落一部隊なら問題ない。行くぞ、戦え。でだ、采配を打てるんだけど、お、なんかイベントが起きたな。卓木町戦法を上杉正虎に見破られ、総崩れの様相を呈する武田勢の中で孤軍奮闘する部隊があった。武田信玄の弟は読めないですね、のりわらや信重の部隊である。誰ぞあるか。はこれに、親方様に伝えよ。我らこれより越後勢に切り込み討ち死にす。我らが時を稼ぐ間に勝利の工夫をなされよ。決して救おうなどと思い召さるなと。はそれと、この母衣と髪を信豊に渡せ。 母衣には親方様の筆で経文が書かれている。家宝にせよと。髪は私のものだ。父としては何もしてやれなかったが、親方様に尽くすことこそが我が姓であったのだ。殿、行け。必ずや我が言を伝えよ。母、皆聞け。我らこれより上杉勢を切り崩す。敵の大将を見たら必ず討ち取れ。増票は見逃せ。無駄な殺生はせずともよい。ナム八幡大菩薩、どうか私を正虎にお引き合わせくだされ。その首を持って親方様の恩に報いたいのです。さあ続け、甲州の勇士たちよ。武田信玄が弟、武田様助信繁が死での旅路の友をせよ。武田信繁、川中島にて討ち死に。享年37。人となり聡明珍奇、慎み深く、気遣い細かく、武略勇気威厳を備えた。その姿には武士であれば誰もが憧れたという。川中島武田軍本陣、申し上げます。信繁様お討ち死に。なんだと、バカな。すまぬ信繁、すまぬ。わしが愚かゆえお前は去っていくのだな。すまぬ。親方様お気を確かに。分かっておる。信繁の命だけは無駄にはできぬ。必ずや立て直し、この戦に勝たねばならぬ。分かってはおるのだ。されどこの涙だけは止めることかなわぬ。信繁、これで我が心をわずかでも知る者がまた一人消えていった。天下を志す道、かくも険しく悲しきものだというのか。なればある書物にはこう記されている。信繁、文あり、武あり、礼あり、義あり、あらゆる美徳を備えたこの副将の死は、武田家にとって信玄にとって大きな痛手となるのであった。なんかそこまで書かれるって羨ましいよね。でだ、越後流のなんか技があるんだけど使わなくていい気がするんだよな。2点じゃないでしょう。奮闘も微妙だよね。早掛けもいらんし、多分越後流で攻撃上昇して戦うのがいいかな。で、あ、残念ながら引っかかりはしなかったのかな。そして奈落、おお、めちゃくちゃ引っかかった。そしてイベントだね。いつ果てるともなく続く武田上杉両雄の激戦。その最中、常人には到底見出すことのできない機を軍神の目が捉えた。伝説が駆け出そうとしていた。と、殿、水子へ。時は来た。右の備えが薄い。誰ぞ、加勢を。されど。案ずるな。この戦、必ずや我らが。覚悟。その刃、見事我が首を捕らえておる。立ち、いや間に合わぬ。なれば脇差し、受けきれぬ。
この戦、必ずや我らが勝つ。その首、今は預けておく。領有の意地と誇りが激しく火花を散らしたこの戦いは、数々の伝説を生んだ。政虎は三度信玄に斬りつけ、信玄の軍配には七つの傷が残ったというこの一騎打ち。その舞台となった武田軍の本陣は、三太刀七太刀の跡と呼ばれ、400年以上の時を経た今も川中島に残されている。おお、何ちゃっかりイベントが起きちゃってるんですか。かっこいいね、イベント起きるの。そしてちょっとイベント見ようか。でも雌雄を決するなんでまだなんだね。ただ武田信繁のイベントは見れたって感じだね、まあ、とりあえずまだ戦終わってないんで戦わなくちゃいけないね。ただ命あーそっか命令負荷が効いてるね、かなり。で意外とね、どの部隊も動けない状態なんだよな現状。采配打ちたいけど越後の竜を打ってもいいと思うんだよな。どっちがいいんだろう。まあ采配か、一旦采配打ちたいと思います。覚悟せい。これで、まあ、攻撃と防御が上がるんで、まあ、武田に対しても戦えるかな。じゃあ、時間進めます。でね、結構がっつり、命令負荷がだいぶ効いてるんだよな。押し込め、頼むぞ。押し込め。命令負荷を解除してほしいんだけど、なかなか解除までは至らんと。で、軍解除してくれないね。いやー、きついことになってはいるけど、信玄の本陣隊を狙うっていう作戦は、まあ、成功してるっちゃしてるんだよな。草刈りの陣がねかなり強くて、だいぶそれによって保ってはいるんだけど、めっちゃ命令負荷がただただきついって感じだな。やりたい前。草刈りの陣の効果は解けてしまったね。そして啄木鳥の羽音、山本勘助が提案した必殺の策キツツキ戦法は見破られていた。濃い朝もやの中から白装束に身を包んだ軍神がその堂々たる姿を勘助の目の前に表したのである。過ぎゆく時は流れのごとしか、覚悟を決めねばならぬな。親方様、申し訳ありませぬ。策に敗れた策士の最後のわがまま、どうかお許しくださいませ。勘助は刀を抜くと馬を狩り、上杉軍の真っ只中へと駆け入ると、老体に最後の力をみなぎらせ、当たるを幸いに敵を切りつけた。しかしやがて馬が傷つき、地に叩きつけられた満身創痍の勘助は槍先を突きつけられてその動きを止めた。山本勘助、見上げた槍さばき、されどここまでよ。もはや前も見えぬ、名を聞かせてはくれぬか。柿崎和泉上影家、上杉軍の先駆けを任されておる。越後にかなうものなしとはお主のことか。良き敵に巡り会うたわ。最後に聞かせてくれぬか。いかにして影虎は我が策を見抜いた。海津城より上がるのろしの数が常より多かった。我が殿はいかなる小さき隙も見逃さぬ。策に溺れ爪を誤ったな勘助よ。ふふ、そうであったか。いかにも不覚であったわ。されどまだ終わってはおらぬ。我が命尽きようとキツツキの翼は。親方様、天下を。キツツキの羽音か。少しばかり騒がしくなりそうだな。八幡原武田軍本陣も申し上げます。山本勘助殿討ち死に。なんだと。勘助、なぜ言った。なぜにお主までわしを置いて。これも乗り越えねばならぬ定めか。天下とは格も厳しく、格も悲しきものか。
父を愛する者を、心を知る友を、何もかも失い進まねばならぬものか。山本勘助、信玄を陰になり日向になり支え続けた名軍師、彼の名はこの日をもって歴史から姿を消す。まさに信玄と一心同体であった彼は、時に創作上の人物とまで言われてきたが、近年ではその実在が明らかになりつつある。ともあれ、信玄はここで自らの半身ともいえる存在を失うことになったのである。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。